はあ、まだあの任務が続いていたとは。あれ、ルシルちゃん、リンカさんに用事？そういうわけじゃないですけど、なんだか気になりませんか？それもそうだね。ちょっと聞いてみよっか。どうしたんですか、リンカさん、ため息なんてついて。以前にマリオンからある任務を受けたのですが、達成困難だったために断念していたのです。てっきり期限切れだと思っていたのですが、先ほど無期限の任務であると言われました。あれからしばらく経ちましたが、目標数には遠く及ばず、これからどうしたものかと考えていました。目標数？もしかして魔物退治のお仕事ですか？それなら簡単にこなす自信がありますが、もっと難しい任務です。じゃあ何をいくつやらないといけないんですか？友達作りです。とりあえず100人の人と友達にならなければいけません。友達ですか？マリオンや以前いた町での知り合いを含めてもまだまだ足りません。町中で人に声をかけ続けても一向に友達が増える気配はありませんし、遠征ばかりで使うことがなかったので、たまったお金で買えればいいのですが。わあ、それだけは絶対にダメです。そうですよ、お金で友達を買うなんて絶対に良くないです。大丈夫です。すでにマリオンからそんなことは絶対にするなと釘を刺されています。しかしどうすれば友達が増えるのでしょう。やはりとにかく行動あるのみでしょうか。友達を作るためなら何でもする覚悟はすでにできています。そんなに気を張らなくてもいいような。じゃあ私と友達になりませんか？私も友達になります。なんと二人が友達になってくれるのですか？それは心強い。しかし先輩と後輩である私たちが友達になってしまっていいのでしょうか？大丈夫ですよ、友達としてもっと私と仲良くしてください、リンカ先輩。はあ、ありがとう。今日だけで二人も友達ができてすごく嬉しい。目標数達成に向けて希望が見えてきました。一層努力します。成り行きで友達なんて言っちゃったけど、リンカさんも嬉しそうだしいいのかな。でもマリオさんがリンカさんにやってもらいたいこととはきっと何かがずれているような。